デザイナーとしては忙しいけどコアのデザイナーとしては忙しい時と仕事が入ってこない時もあるあやはり、うん、フリーランスは、ね、忙しい時は忙しい<ー>忙しい時はめっちゃ来てで何もない時はもう<れ>、うん、自分でやることを作らないとそれってどういうどういうことなんですか あの、自分でするい。いや、いや、例えばすごい忙しい時期がありましたね。たくさんデザインしました。うん、イラストたくさん作りました。終わりました。それでああ何をする？趣味とかあるんですか、まあ？最初の方は何もしてなかった。なんかネットフリックス見て。 うん、あ一日寝てたりして。That's <laughs> <の> that me now 今。今その僕そんな感じだ、えー <laughs>。結構悪くないよ。<laughs> いいいいけどそれが結構続いててなんかあもうやんないとこれはなもう簡単に言っちゃうとつまんない。うん、ずっとやって最初の方あ楽うん楽しい。 このテレビシリーズを見てあいやで,でもそれずっとやるとやっぱりなんかしたくなっちゃう、うん、そう簡単に言ってつまんなくなるそれが。でつまんなくなった時点で自分の仕事を作りたくなるあデザイナーだから you know コア以外にできることないかなとか考えてあのまあ日本人 わかかんなないいもしれないけど自分あの英語喋るからアメリカの,あのフリーランスウェブサイトとか行って、うん、あの別にあのデザイナーのなんちゅうんだ資格,資格とかなくても自分のプロフィールを作れば、うん、あの海外もう世界中の人があこういうのが欲しいっていう人がいてネットで仕事をもらうことが できるからあ<ー>それにあのそれを知った時にもうやることが増えすぎた感じじゃあ結構仕事いっぱい入ってくるんです、ね、いや意外となんか最初の方は難しいけどなんか1ヶ月ぐらいなんか頑張って仕事に応募するんだよねそれをうん、うん、あこれしたいってプロフィールに仕事が増えていくとやっぱり あのもっと頼まれるそう頼まれる数が増えて最初の方結構難しかったけどプロフィールに5個ぐらいあのできた仕事があるなら、うん、それからだんだん増える、ね、そうだよね信用できるから、うん、今はもうあ「できません」って言わないとどんどん入ってきて、うん、<や>キャパオーバーになってしまう<ー>、うん、それってデザイナーの仕事って あの何をデザインしてるんですかあいやもうなんなデザイン関係だったら何でもですね今一番多いのがやっぱりロゴインゴもうあの2019年でみんなネットの世界で自分のビジネスとか始めてるからみんな自分のビジネスで。 自分のイメージ、ロゴ欲しいと。今その時代だよね。<laughs> そうですね。It's entrepreneur って言いますね。Working for yourself だから。まあ自分でビジネスを立てるっていう意味なんですけども、うんうん。そうですよね。あの、そういうことですね。Entrepreneur、うん。Entreprene uh, 日本語、there we go。そう、ほぼほぼなんかロゴを作ってくださいっていう、うん、そういうお仕事そういうお仕事で今やってるのがなんかアメリカのファーストフードの あのフレンチフライの、oh. あのななんだろうあのマックとかに入ると上に看板メニューがあな、uh. の、uh. あの,あのなんて言うんだフレンチフライのディッシュうううんんんメキシカンチリ その絵を描いてだから結構何でもデザイン関係だったら何でも仕事が入ってくるなんかわけのわかんないデザインとかそうまあデザイナーやってる方がいればそういうウェブサイトからね始めるいい第一歩ですねんか初心者例えば結構んかデザインの経験とか あるじゃないですか、城は。ああうん。うで,ね、でも、例えば、まあ、デザインをやってみたいっていう方は、こういうウェブサイト、ど、なんかチャレンジしてもいける感じですか？うん、いけると思う。いける。あと、英語は喋れなくても、日本語の。 フリーランスウェブサイトとかも絶対あると思う。あるはず。<laughs> <laughs> yeah. デザイナーになりたいならいやいや。や、うん yeah. the website? 白が一番使ってる。使ってるやつ。うん。アップワークっていう <Up work. S 2>、うん。アップワーク。なるほど。So if you want to be a designer になりたいなら、ちょっとアップワーク見て, <laughs> 見てもいいんじゃないですかね。